コンスタンツは、ドイツ連邦共和国のバーデンビュルテンベルク州の都市の、一つ、ボーデン湖に面する。1414 14年のコンスタンツ公会議で知られる。スイスのバーゼル州、クロイツリンゲンとの国境の街でもあり、ファンタスティック街道の南の起点でもある。冬の終わりには春を告げるカーニバルが行われ、朝から独特の衣装を着た、隊が街を練り歩き、人々は、家族や、 友達同士で思い思いの仮装をして街に繰り出す。祭りのクライマックスには広場に木を建てる。過去の表記については700年頃、キビタスコンシュタンティア、980年カンシュタンシ、1237年、カンストアキビタス、1475年、コンシュタンツと変遷したが、中世には大抵の場合1251年コスティンズ、カスタンズ、 1300年コステンツ、1579年コステンツの表記がなされたほか、1353年コスニッツという方言型も存在した。有史以前に遡り、この地には石器時代に住民が居住していた。ケルト系のヘルウエティ族が住んでいたか。ローマ皇帝テベリウスの時代にローマの基地が置かれ、紀元300年の後には城塞が設置されたと思われる。 ローマ皇帝コンスタンティウス二世にあやかって命名されたローマ時代末期のカンストア城彩が元になって6世紀から7世紀の代わり目に司教座が設置された。この地の貴族とメロビング朝のダコベルト一世がこれに関わった。8世紀にはザンクトガレン修道院及びライヒエナウ修道院との関係が結ばれた。すなわち三十六年から八十二年まで コンスタンツ司教は、ライヒエナウ修道院長を兼務し、759年から854年まで、ザンクトガレン修道院は、コンスタンツ司教教会に編入されていた。司教ザーロモ3世は、ザンクトガレン修道院長を兼任するばかりか、国王の証書にもなっている。司教コンラートと、司教ゲープハルトは、死後、劣勢されている。11世紀前半、王室との関係は、 緊密になり、王室礼拝堂のメンバーが連続して、コンスタンツ司教に助任されている。11世紀半ば、以後、王権は、司教座制度参事会の抵抗に遭うようになる。しかし、法援主タウフェン朝に世紀を迎える。フリードリヒ一世は、コンスタンツ司教ヘルマン一世の宮廷で1153年に、教皇をエウゲニュース三世と、コンスタンツ条約を、 1183年には、ロンバルディア都市同盟と和議を締結している。これに報いて皇帝は、コンスタンツ司教協会に包括的な特権を授与した。13世紀には、コンスタンツ司教は、強化された、司教座制度参事会だけでなく、死の参事会と対決しなければならなくなる。その結果、司教は巨匠をメイアスブルクやゴッドリーベンに移さなければ、ならなかった。 司教ハインリヒ2世は詩人や芸術家の支援者であった。14世紀は司教の二重選挙と皇帝大教皇の争いに巻き込まれる時代となった。15世紀、スイス同盟はコンスタンツ司教領の重要部分を支配下に置いたので、コンスタンツ司教はスイス同盟と帝国オーストリアとの構想に巻き込まれた。中世末期にはハインリヒ4世。 スイス同盟出身の風合、公会議で活躍の夫らの司教が活躍した。都市コンスタンツの出発点は、司教教会と教区教会を有する中世初期の司教の拠点地で、あるがザーロモ三世の司教在任中に市場と港が賑わいを見せたことにより、司教都市として発展した。その後の司教、特にコンラートとゲープハルトは、さらなる教会の建設や、 旧品位の設立により、死を、小ローマ的な様相に作り上げた。1092年都市民が武器を取って、コンスタンツ市教を敵対する、ザンクトガ練習道委員長から守ったが、以ゴ市民層の自治の動きが高まった。この動きは、当時、市がアーザブ島の取引の中心地になったことと補聴を合わせている。こうして13世紀初頭には、資産次会が形成され、 14世紀初頭には市長職が置かれている。1192年新生ローマ皇帝ハインリヒ6世は市に対して税に関する特権を授与し、フリードリヒ2世はコンスタンツが市教都市から市教帝国都市への移行となる措置を取った。市の内部では14世紀初頭以降ツンフトと都市貴族の間で対決が続いた。対外的には 暴電税都市同盟の名手となった。15世紀には、スイス同盟との対決、帝国、両方国オーストリアの圧力、都市君主としての主教との争いにより、市の経済的地位は低下し、16世紀に自治権は縮小した。1526年コンスタンツ氏はプロテスタントになったが、1548年から1805年まで、オーストリアの支配下に置かれ、 カトリックに戻った。1805年、1806年にバーデンに、1951年、1952年にバーデンビュルテンベルク州に組み入れられた。1966年コンスタンツ大学が創設された。現在は上部ドイツ語に属するアレマン語の一方ことである定置、アレマン語に属するボーデン語、アレマン語を使用するアレマン系が多い。 ありがとうございます。